見られます。千倉首相は民意を後ろ盾にして、これまで以上に強硬な姿勢で財政緊縮策の修正や金融支援を EU に迫るものと見られます。しかし EU 側がギリシャに歩み寄る可能性は極めて低いと言わざるを得ません。 EU 側からの支援なくしてはギリシャ経済は早晩行き詰まり、債務不履行、そして前例のないユーロ圏からの離脱という最悪のシナリオも現実に帯びる可能性があります。続いてはこちらのニュースです。東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムになる国立競技場。下村文部科学大臣は月曜日、2点3点してきた改築費は建設資材の高騰などを受けて当初の予定よりおよそ900億円高い2520億円とする方針を示しました。経費を削減し、大会に間に合わせるため、開閉式の屋根の設置を大会後に先延ばしするほか、フィールドに向けてせり出すおよそ1万5000人の可動席を自動ではなく手動にします。一方、フィールドアートと呼ばれる4畳の柱は残します。2520億とか高いですから、年齢権とかそれから客、ファンド、ご協力いただいて、できるだけ、総的、国費と、